はい、どうも、世界の尺八パフォーマー白鳥義明です。今日も楽しく尺八吹いていきますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、今日、今なんですけれども、7月の21日に撮影しております。で、今日はですね、選挙がありました。私も時間があったので、先ほどというか、行ってきたんですけれども、選挙の結果はどうなってるのか、まだ、ほとんど出てるのかなと思うんですけれども、まだうち、私自身がなるべくテレビ見ないようにしてるので、ネットで、結果が出ないとちょっとわからない感じなんで、選挙の結果自体は私はそこまで、重視しているわけじゃないんですけれども、消費税とかの問題もあるので、株価がね、それによってどう変わってくるのかっていうのはちょっと今後注目しないといけないので、そこだけ今後ですねの、自分の投資のためにチェックしていこうかなとは思っております。はい、そして、ずいぶん季節も進んできて、まだ梅雨明けしてないんですけれども、かなり気温が暑くて、蒸し暑い状態ではあるんですけれども、結構ちょいちょい行ってますけれども、ここの防音室の中もかなりですね、蒸し暑くなっているので、夏場ですね、本格的に暑くなってきた時、ここまで湿度は高くないかなとは思っているんですけれども、どうなっていくか、もう暑さとの勝負になってくるかなと思いますが、そういった外的要因には負けないように、そして自分自身にも負けないように、なるべく毎日吹き続けて、早めにですね、今6段100回吹きチャレンジやっていますが、その100回目に到達できるように頑張っていきたいと思います。はい、それではですね、6段100回吹きチャレンジ、今回が29回目の演奏になります。はい、積み上げてきましたね、本当に。前回でちょうど多分本当に30日1ヶ月経ったっていう形にはなりましたけれども、なるべく本当に休まないようにしながら、どんどん続けていこうと思っております。はい、それではですね、つべこべ言わず早速吹いていこうと思います。6段の調べ29回目のチャレンジです。
はい、ありがとうございます。29回目の、チャレンジでした。自分で言っといてなんですけどね、あの選挙と、まあ、株の話をしたら、株の動きがちょっと若干最初の方気になってて、まあ本当煩悩というか、そういうのをもう本当にもう演奏するときは演奏に集中するっていうのがね、未だにできないっていう、ちょっとね本当に自分の煩悩の重さを本当に痛感させられた回になりましたけれども、やはり本当にちゃんと、ね、曲に向き合っていないとベストな演奏はできないっていうのは、まあ、もう分かっているんですけれども、なかなか、切り替えて集中するっていうことは難しいですね。はい、まあ次回ね、ついに30回目になりますから、まあ本当にそこは30回目しっかり集中して演奏していきたいと思います。はい、このチャンネルではですね、まあこのような形で、まあ一曲を掘り下げていったり、まあなかなか今はできてないんですけれども、初心者用の方にですね、動画を上げていったり、まあ、今後はですね、本当にいろいろな曲に挑戦していこうと思っておりますので、まあ、いいなって思ってくれた方、ぜひ高評価お願いいたします。演奏まだまだだよっていう方、まあね、そういった方もですね、ぜひ高評価の方にチェックをお願いいたします。そしてですね、尺八をやっているっていう仲間、一緒に吹きたいっていう仲間、そして和楽器が好きだっていう仲間、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、そして私、ツイッターもやっております。ぜひフォローの方もお願いいたします。こちらですね、概要欄の方に貼っておきますので、そちらから、入ってみてください。それではですね、また次の動画頑張っていこうと思いますので、次の動画でお会いいたしましょう。